こんにちは、鈴木ひろきです。今回特別展着物の音声ガイドナビゲーターを務めることになりました。展覧会に先駆け、着物にまつわるこぼれ話を3回に分けてご案内いたします。第2回は緒方光琳がデザインした冬木小袖のお話です。緒方光琳といえば、大和絵の伝統を踏まえつつ斬新で華麗なる装飾芸術を完成させた江戸時代の大芸術家です。その美意識は後に琳派と呼ばれる絵画工芸の一派をなす一つの流れとして捉えられています。その光琳が自ら筆を取り、直接秋草の絵を描いたと言われる冬木小袖が、なんと今回の展覧会に出品されます。実は光琳は京都を代表する呉服商狩金屋の次男として生まれました。若くして父の莫大な財産を相続しますが、派手好きが高じて間もなく生活に困り、40歳の頃から画家として本格的に活動します。冬木小袖では洗練されたデザイン感覚もさることながら、女性が身にまとった時の模様のバランスが絶妙です。さすが呉服屋の息子です。光琳の絵画や工芸デザインの特徴を模して始まった光琳模様は、光琳が亡くなった後に着物の模様として大流行したそうです。さて、続きは会場で。音声ガイドとともにお楽しみください。